はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ぜんざいです。フォースオブネイチャー2の続きをプレイしていきたいと思います。前回は鉱山ですね、鉱山を発見して、中に入ったんですけども、黄色い鉱石を入手することができたんで、この、アルケミーテーブルとかですねを作ったんですけども、今のところまだ作れないですね、何も。で、あと録画外でこのワイン、ワインバレルを作ってみました。でこのワインバレルでこのビネガーが作れるんで、各ジュースでですね。でこのビネガーがあると、ミートパイ、ミートパイが作れるようになるんで、これが作れればだいぶ楽になりそうですね。ヘルスがプラス45回復するん で、 あと作ってないのが、これですね。これまだ作ってないんで、石が20、クレイが10、砂が10、で、銅のインゴットが2と枝が10、銅のインゴット あとこれだ。よし。では、そんなに大きくない。じゃこの辺に。これは一体、お、あーなるほど、黄色い鉱石ですね。これを粉にできるんだ。じゃあ、枝とエンバー、よし、じゃあとりあえず作れるだけ、5個しか作れない。うん、グレープジュース作っておいて、
粉があれば、あ、でもこれがない。これは作れそうですね。バトルトーチ。よし、じゃあそうですね。まだ完成してないです。ビネがちょっと取って。ビネが20、生肉と、小麦粉、よし、ミートパイ20個、じゃあ幽霊に作るのを任せて、その間また探索ですかね。一番初めに発見した、この場所に来たんですけども、これはだ、真ん中とつながってるのは羽、今持ってきてないな。羽落としてくれ。痛い。あ、ここにもある。これは？これだ。なんだこれ。あれかな？あのサボテン。サボテンというか、こういうのから取れるやつ。違うか。なんだ。なんでこれ後ろに飛ぶんだろう。
そういうことか。ここに、あ、全部なんかこんな感じで置けっていうことなのかな。わからない。これは石かな。これはリンゴ。これはなんか火みたいな感じですけどね。わかんない。ちょっと石も削って。いやー、わかんないな。羽ですね。いやー、わからん。関係ないのかな。とりあえず置いていこう。はい、ではまた鉱山の前回の続きですね。よし。あ、ちょっと待って。鉄とか取れないのかな。ちょっと言い過ぎ。
ちょっと言い過ぎ。ちょっと待って。ちょっと待って。敵が強すぎるよ、このゲーム。回復。いや。気になるな、この先。レベルアップ。クラフティングとかも上げた方がいいのかな、やっぱり。ダッシュ。あ、ちょっと。あげよっか。ブロック。出口っぽいけど出れないんだ。出れる？お、これで？さらに続く。あ、暗。待って。怖い。何これ？
でもなんか新しい素材が取れるかもしれない。肉か。あー、これトーチがないと無理じゃない？一応このマップで、あ、なんかいて、いて！あ、ミートパイ。ミートパイできた。いやー、ここまで来たからなんか新しい素材を取って帰りたいんだけど。まったく見え、いた、いて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 。これは無理だな、トーチがないと。あ、次のレベルはね、まだまだあるし。いやー、きつい。あ、あー、ちょっと。ポテトがなくなった。ああ、回り込まれてるあんま死んでない。これは録画外で、まず食事の準備と、あとトーチ、あと矢ですね。で、矢を石の矢じゃなくて、銅の矢を大量に作っておかないとしんどいですね。あ、ちょっと。
意外にこれ難しい。あと7発しかない。ちょっと、これ持ってきてたな。スタミナ18、ヘルスプラス6。いやでもきついな。うん、今回はこれで帰ろう。ああ、追いかけてきた。追いかけてきた。あ、じゃあ、こっちじゃない。いや、きついなぁ。バトルトーチ。でも一応バトルっては書いてるけど、基本は明かりを照らすだけですよね。普通に戦うときはやっぱこっちの方が、うん。これはどうやって作るんだ？あ、これのレベル2か。待てよ、じゃあ、作れるんじゃない？ダイナマイトとか。とりあえずこの辺に作ろう。プランク、釘、シート、土、麦。
となんだっけ、土と麦、向こうの牛小屋のとこにあるのをアップグレードすればいいのかな。あ、これだ。これを、アップグレード、よし、これで来た。これが作れればまた糞使うんだ。糞と、あ、水とコール、別にこれ家畜小屋の中じゃなくてもよかったのかな。20個、水が足りないんだ。まあ、とりあえず20個、この白い粉ができれば、白い粉があれば、まずこのブラックパウダーが作れるようになって、ブラックパウダーがあれば、あとこれも作れる、ニトログリセリン。あ、でもこれがない。あ、これでいいんだ。これある。チューブは、あれどこ行ったっけ？あ、これだ。めちゃくちゃ細かい、このゲーム。なんか、何かをするのに何かのアイテムが必要。ニトログリセリンが作れるんですよね。で、これもあれだ、導火線、コード、導火線を作るのに紐とビネガーとブラックパウダーで、導火線を作ってブラックパウダーとレザーでグレネード。いやー、これ大変だ。大変だけど面白い。ダイナマイトも作ろうと思えば作れますね。ニトログリセリンまず作って、ウールのやつですね。ウールの生地とレザーと導火線。うん。
ちょっとここら辺は録画でじゃあ準備しておきます。ダイナマイトちょっときついかもしれないけど、せめてグレネードぐらいですね。ちょっと作らないと、ちょっとしんどいですもんね、先に進むのが。はい。では今回はこの辺で終了にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。